はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。6時20分になろうとしますね。3月は1日のフライデーでございまして、これはですね、今日の16時と言いますか、今から2時間ちょい前に出た日経新聞の記事でございまして、五輪のスポンサー選定権限ない汚職事件で高橋元理事という危険、ですね、記事でございます。東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件で自宅収賄罪で起訴された大会組織委員会元理事の高橋、直弘ですかね、被告79が1日までに日本経済新聞のインタビューに応じた。スポンサー選定など具体的な職務権限はなかった。受領した金銭は賄賂に当たらないと無罪を訴える姿勢を明確にした。この方争うんですね。裁判の結果が出る前に、ですね、で寿命が尽きるかもしれませんね。79歳ですから、まあ男性の平均余命が83、84歳ぐらいですか。ですもんね。高橋元理事の審理は2023年12月から始まり、検察弁護側双方の冒頭陳述を経て証拠調べが続いている。争点は主に2つに絞られている点と言いまして、ここまでしか読めません。まあ別にその裁判がどうなろうとですね、私はあんまり関心がないんですけども、その何頭立ってんのこれ、あんまり関心ないんですけども、まあですね、教訓としてはですね、二度ともこういうですねアホな国際大会を招致してはいけないと思います。こういうのってね、こう国のですね勢いがわっとこうある時にやるべきことであってですね、日本はもうとうにですね下り坂に入ってるわけなんですね。で下り坂に入ってる時にですね、昭和のジジイどもがですね、こう東京五輪やとかって言い始めたわけですよ。あれ夢を再びということですね。でその結果どうなったかというと、皆さんご存知の通りも惨憺たる結果に終わりました。そのコロナというですね、こうまあ言ってみれば天災に見舞われたというのもあったでしょうけども、たとえ普通に開催されていてもですね、そんなにですね盛り上がらなかったと思いますよ。まあそれはコロナ禍での開催よりかはですね、多少は盛り上がったかと思いますけども、でメダルも過去最高だったでしょうけども、もうなんていうか国民自身がね、そんなにこうワクワクドキドキしていないんですよ。ワクワクドキドキしていればですね、ですねコロナ禍での五輪でももっと盛り上がったと思います。だから私は東京五輪で金メダルを取った人の名前一人でも知りませんよ。なんか言い張ったなという感じ、ああ頑張らはったなみたいな感じでですね、もうちょっと盛り上がってもよかったやんという、こう気はしましたけどね。で結局ですね、もう最初から最後までケチのつきっぱなしでしょ。まあそのこういうね、こう裏で画策して利権に群がった、あるいは利権を利用して金をもらった人が、まあ、いたということがですねバレてですね、まあ後味がすごく悪いわけなんですけども、まあ、それもありますけどもですね、もうそういうああいうイベント、今ね万博を来年にやるとか言うてますけども、もう多分盛り上がらないんですよ。もうね、そんな時代でもないしですね、日本という国はですね、もう成熟してるわけですからですね、それをやる意味も何もないわけなんですね。そこのところをですね、多くの人は勘違いをしてですね、昭和の、ですね、1回目の東京五輪を夢見たわけですけども、もう昭和自身はもうね、フェードアウトすべきです。フェードアウトがもうシャットアウトすべきです。あいつらは。今僕以上の年代の人たちです。私も昭和のジジイの最後の世代ぐらいではないかと思うんですけど、もうね頭固いしね、こう発想がですね狭いしですね、もうかなり時代に遅れてるんですよ連中は。まだ生きててもいいですよ、それ別にみんなあっち行けとは言いませんけどもですね、もうあまりにも遅れすぎています。だから連中のねこう企画したことってもうろくなことないでしょ、何から何まで、ですね。だからもうねこういうことはですね、まあもう起こってしまって仕方がないんですけど、いらんという感じですね。
もう結局はもう後味の悪いですね。最初から何ですかあれは一体ほんまに。なんとかマーク、エンブレムのマークがですね、東洋事件とか始まりましたよね。ほんで、会場の設計変更とかですね、予算はどんどん増えていくしですね、もう、嘆くの果てはこの汚職でしょう。ほんで、武田さんっていうですね、まあ、旧皇族ですね、旧皇族のお家に生まれた方ですね、正確に言いますと。はですね、フランスに行ったら逮捕されるという、そういう状況でしょう。いけないでしょう。もう本当にもう時代ではないんですよ。そういう時代ではなくなっています。だからこれを教訓にね、もう二度とこういうアホな国際大会を、国際的なイベントをですね、招致しないように、しないとですね、また同じことを言い出すアホがですね、出てくるかもわかりません。でそこに必ず利権が付きまとってるわけなんですね。今の万博もそうでしょう。あれは維新の連中はですね、こう利権にしようとして画策をしてるわけであってですね、あのあと IR にしようとしてるわけなんですよ、ね、それで維新をですね、まあ、いわゆる金づるにしようとしてるわけですね。もう考えることがしょうもなすぎるんですよ、はっきり言って。なんでですね、もうね、これだけアホなことやって、ほいでね、まだあるんですよ。東京五輪の後の選手村として、晴海フラッグっていうマンションあるでしょう。あれ、もう引き渡しが始まってですね、中古市場にポツポツ出てきて、制約も出てるんですけど、あれが今後ですね、この日本の、というか、まあ日本かな、日本のマンション市場、マンションの歴史の中においてですね、ものすごい汚点になりそうな。気配が濃厚に漂ってるんですね。まあまだ崩れてませんけども、あれ崩れたら ひどい目に遭いますよ。ものすごい過去最高ぐらいの倍率がついたんですね。まあ抽選の申し込みのやり方をね、こう無尽蔵にこう最初の頃はですね、申し込みできるようにしたんで、一人でですね、何十どころか100以上入れた人がいるんですね、札を。まあだからですね、アホみたいな倍率になったんですけど、まあそこまでの物件かということですね。で、今人々が住み始めてみてですね、あかんやんこれ、みたいなことになってるんですね。これね、はっきり言うてね、かなりやばいんですよ、あれも。でもあれが選手村土地として残るわけでしょ、レガシーとして。残ってるわけでしょ。それが今後ですね、日本のマンションの歴史の中でですね、もうまあ一つのですね、まあ大きなですね、あんまりこう嬉しくないエピソードを残す可能性もあるわけなんですね。そこを考えるとですね、いやーと思いますね。はい。あまり言うこともないんで、この辺で終わりたいと思います。日本経済新聞のですね、このアドレスを一応貼っておきますね。皆さんどうもありがとうございました。